はい、どうもジャキマルです。ということで皆さん、本日の動画はですね、こちらコラボの試練から現在コンフィデンスマンとコラボ開催中の英雄の遺跡5階のですね、たくさんいる巡回鬼を5階のステージにある石像を使って捕獲するという動画をね、撮ろうとしたんですけど、たまたまね、偶然すごい映像が映ったので、今回皆さんにね、そちらのすごい映像をお見せしていきたいと思います。イエーイ。ということで早速ですね、その時の動画を一緒に見てみましょう。はい、ということでこれがその時の映像ですね。皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらですね、英雄の遺跡の5階のステージは偽物の踊るヴィーナスがたくさん正しいものを見極めて鍵を集めて扉から脱出しようということで、こちらのですね、中央のエリアにはたくさんの巡回鬼がいるんですよ。で、左側に行くと隠し通路がありまして、そこにですね、石像が20個ぐらいあるんですよね。で、今回はですね、その中央にいる巡回鬼をこちらに連れてきたタイミングで、この石像を動かして巡回鬼を帰れなくさせて閉じ込めるっていう作戦を動画でやっていきたいなと思って、はい、こちらですね、今石像を動かしております。ただね、今石像を動かしてるんだけど、この時にですね、土の子鬼も来てしまうんですよね。なので下の方にですね、土の子鬼を閉じ込めるために現在こちらですね、石像を動かしております。本当はね、こんな4つもいらないんだけど、ちょっと最初なので、はい、4つも用意してしまいました。さあ、ということで土の子鬼が来ましたね。で、このステージね、何やら時間経過とともに土の子鬼がね、1体2体3体って増えるんですけど、全部ね、この中に増えるんですよ。なのでここのね、入り口をね、閉じ込めてしまえばもう土の子鬼は出てこないので、これで一安心です。さあ、こっから本番ですね。はい、石像をまずね、どのような形にすれば巡回鬼がこの中に入ってきたタイミングで戻ってこれなくなるかっていうのをね、今必死に考えております。さあ、ここからはですね、ちょっと長いので早送りでお見せしていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、完全に石像ミスってしまって6個無駄になってしまいましたが、とりあえずね、この5個でやっていこうという感じで、はい、ここからですね、外にいる巡回鬼をですね、中に誘導していきたいと思います。さあ、ここから下から来るのでね、3体とも誘導して中に連れていきます。さあ、どうなるんでしょうか。ただね、これぐるっと回ったタイミングで石像を押し込んで閉じ込めようと思ったんですけど、何やらあの3体はですね、はい、中に入ったタイミングで奥まで来なくてすぐ戻ってきてしまうので諦めました。なのでね、もう一回ちょっとやろうとするんですけど、この後ですね、周りをぐるぐる回っている巡回鬼をターゲットでやります。さあ、見ててくださいね。さあ、1匹2匹とさあ連れ込みますが、こいつらね、中に入るタイミングですぐね、出て行ってしまうんですよね。はい、ここでジェケマル、うわ、あの3体無理だと。で、今たまたま外に出たタイミングでね、周回している巡回鬼がいますよね、周りを。あの青鬼をターゲットにしようということで、こっからですね、一番端っこを回っている巡回鬼を閉じ込めようと考えております。さあ、どうやってこっからですね、あの巡回鬼をおびき寄せて閉じ込めるんでしょうか。でね、一番この入り口の近くで見つかればすぐね、中入ったタイミングで巡回鬼も結構追いかけてくると思うので、うまくいけば閉じ込められると思うんですよね。さあ、そろそろかな、来ましたね。さあ、見つかった。ここでね、逃げていく。さあ、閉じ込められるのか。いやー、ちょっとね、ミスってしまいましたね。はい、普通に巡回鬼帰ってしまいましたが、ここでジェケマル反省しております。いやー、今のままじゃちょっとダメだなと。さあ、もう一回ね、リベンジするためにもう一周ね、先ほどの巡回鬼が来るのを待っております。さあ、今か今かとね、巡回鬼を、はい、さあ来ましたね、ここで見つかりました。さあ、これで巡回鬼を閉じ込めることはできるんでしょうか。さあ、閉じ込めたと同時に皆さん見てください。今ね、これ俺びっくりしてるんですけど、巡回鬼がいなくなってるんですよね。あれ、石像の中に入ったのかなみたいな。でもね、石像の中いないので、ちょっとね、戻ってみると皆さん見てください。はい、先ほどの巡回鬼がいるんですよ。これね、マジヤバくない？幽霊だよね。閉じ込めた瞬間幽霊となって瞬間移動しておりましたよね。はい、ちょっとこれたまたまなのか偶然なのかね、どっちかわからないんですが、ちょっともう一回やってみようと思ってもう一回やった動画がありますので、はい、そちらの方も一緒に見ていきましょう。やばいよね、幽霊の巡回鬼ですよね。
さあここからね見ていきたいと思います。先ほど同様にですね、ここからですね土の子鬼が来ますので、まずね土の子鬼を閉じ込めていきたいんですが、さっきとね石像の置き方をですね変えてみました。今回はですねちょっと複雑ではなくて簡単にね、はい、巡回鬼を閉じ込められるように考えております。さあここからまずね土の子鬼を閉じ込めていきたいと思います。さあ土の子来い、土の子ね。はい、ということで土の子をですねこちら3つ目のね部屋に誘導していきます。さあ来ましたね。ここで U ターンすればね、この土の子にめちゃくちゃ足が遅いので、はい、閉じ込めることに成功しました。さあ今回はね先ほどと違って結構綺麗な形で閉じ込める作戦に移動しておりますが、ここからねちょっと早送りで見ていきたいと思います。さあということで準備 OK なのかな。はい、こっからですね周りを回ってる先ほどの幽霊みたいなね巡回鬼が本当に幽霊なのかね、検証していきたいと思います。さあ来ましたよ、先ほどのね幽霊の巡回鬼が。さあこいつはね閉じ込めるとどうなるんでしょうか。お、ほら皆さん見てください、消えました。今完全に消えたよね。はい、これはねたまたまじゃなかったんです。この石像で囲むことによって、はい、あのね巡回鬼はもしかしたらもう死んでるのかもしれない。はい、ワープというか消えましたね。ということで皆さん、今回こちらね5階の巡回鬼は前回のですね青の要塞とは違って、はい、ワープして消えるんですよ。めちゃくちゃ恐ろしいな。すごい怖いですよね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、こちらの動画ね。はい、巡回鬼はまさかの幽霊だったというね動画でした。いや俺もこれ発見した時びっくりしちゃったんだけどさ、ここのステージ5枚使うじゃん。で俺さ5枚使うからめちゃくちゃ青付け使ったんですけど、もう青付け0枚だし、しかもジェムもね1000ぐらいあったんですけど使いすぎちゃって10個になっちゃったし、プラスアルファでですねエクスプレス青付けをね